ドラマドガエル初実写化松山健一が16年後のヒロシ演じるアニメでも放送された昭和の人気漫画「ドョウガエル」が7月スタートの日本テレビの連続ドラマ「かっこ土曜の9.00で初めて実写化されることになった1970年に「週刊少年ジャンプ」で連載がスタートし 72年にアニメ化されたヒロシと T シャツに貼り付いたカエルのピョン吉が織りなす人情劇奇想天外な設定が当時の子どもたちのハートをつかみ音符「根性根性の根性」の歌詞の主題歌も大人気となった実写版で主人公のヒロシを演じるのは松山健一かっこ、30 漫画の世界から16年後を描く。ヒロシは無気力な30歳。いつも元気なピョンイキチを鬱陶しく感じることがあり、ピョンイキチがついた T シャツを着ない時もある。それでも諦めずヒロシを知った、かっこ、知った、激励するピョンイキチ。その熱い気持ちで、 現代の疲れた大人を元気づける痛快なストーリーになりそうだ。河野秀弘プロデューサー、かっこ、47は松山の起用について演技に定評がある松山さんだがプライベートで見せてくれるお茶目で弾けた部分を広ロを通じて視聴者に見せたかったと話している。